綺麗だね。どうなってるのだ、夜ではないのに夜景が。すごいわよね、これが全部室内なんだから。美しい。これが地上から見る星空なのか。僕は逆に星空から見る地上を知らないから見てみたいね。わかる、地球ってどんな感じなんだろう。地球も綺麗さ、我は好きだな。織姫も地球の輝きは好きだった。早く天の川へ行こうね、彦星。ああ、そして何としても星光を止めなくては。いいわねー、愛って。そうだね、誰かのために本気になれるんだ、すごいことだよ。そんなことはない、誰だって死んでも守り抜きたい人はいる。あなたたちだってそういう人がいるでしょう。まあ、僕はまだわからないな。そりゃあ守りたいっていうなら、今の仲間や家族、そして目の前で不幸になっている人を助けたいって思う。だからまだ僕にはその感情はわからないな。そうか、守りたいものが多ければ多いほど見失いがちになるのだろう。だが、いつかわかるさ。そうだね、死んでもこの人だけは守りたいっか。かっこいいね。おい、結果お姉ちゃんが帰ってきたよ。よし、準備ができたみたいね。急いで月の民のところへ行かないとだね。恩に切る、この恩は絶対に忘れない。よし、行きましょう。みんな、お待たせ。結果ねにしては時間かかったね。いや、結界を移すってかなり大変だったわ。本当、今度から安請け合いはやめないとねー、せっか。あ、はい、ごめんなさい。ふふ、冗談よ、月の谷の居場所もわかったし、ファインプレイよ、せっか。よし、それじゃあ早速その月の谷のところへ行こう。星の箱舟周辺に誰もいないといいね。そこは運だね。武力隊が来る前になんとか天の川へ戻らなければ。よし、それじゃあ出発。到着。なんとわざわざ永遠帝までルートを繋げてくれたんだよ、すごいわよね。あれ、他の3人は。ロカとオオカミは説明したんだけど、パトたちには言ってなかったわね。他の3人は星の箱舟周辺に待機させてるわ。え、待って、星の箱舟あったの。うん、でも持ち主に聞いたら。こらー、また証拠りもなく来たわね。え、どういうこと。かたくなに拒否されちゃったから強行手段に来ました。え、嘘。今度は絶対に逃がさないんだからね。ちょっと、どうすんのさ。大丈夫、霊夢に聞いたら、倒したら OK よ。って言ってた。間違ってるの分かってて言ってるだろう。まあ、お墨付きはもらったから責任は霊夢ね。うわ。それじゃあ私はあの人の相手してるから、パトたちは星の箱舟まで走ってね。待って、あの人はまさか。早く行くよ。さて、そう決まったら早速始めましょう。あなた、本気なの。私、負ける戦いはしないの。私に勝てるつもりなのね。さて、手加減はしないわよ。待って、こっちへ移動しなさい。よし、急いで中に。ああ。さて、ここなら遠慮なくできるわね。あなた、私に喧嘩を売る意味がわかってるのかしら。幻想郷最強クラス第3位。それだけ知ってたら問題ないでしょう。四季不夏四季、スターダストインフィニング。これはやばいわね。降り注げ。凄まじいわね、これは最強クラスと同等。スターバーストハイドライブ。私の光は分かってても止めれないわよ。まあ、分かる前には光に飲まれて終了してるけどね。貴様、あれを逃れたんだね。あれで倒せると思ってたの。いいえ、お互い本気じゃないわけだし、そこは油断してないわ。さて、平和に行きましょう。私は時間稼ぎができれば OK なの。舐めてるわね。いいわ、私も全力で相手してあげる。楽しみだわ。やばい、この中気持ち悪い。方向性がわからなくなってくる、気をつけよう。この先には行かせませんよ。霊戦。あれ、あの時助けてくれた人じゃないですか。へえ、霊戦は月の民だったんだ。霊戦の一族か。あれ、そこの人って彦星じゃないですか。今日七夕なのは知ってるよね。お願い、星の箱舟のありかまで連れて行ってほしいんだ。なるほど、あなたにも以前お世話になりましたし、ここは借りを返さないといけませんね。それに彦星には霊戦一族結構お世話になってるから断れませんね。いいです、それでは星の箱舟まで連れて行きましょう。かぐや様も理解してくれるはずです。かぐや様、もしかして蓬莱さんのかぐや姫のことか。はい、そうです。ご無事だったのか。早く行こう。そうだな、すまない、急ごう。ここをこうしたら操作できるんだよ。すごい、これで宇宙に出れるんだね。ここはどうやって操作するの。そこはね。それにしてもやっぱり永遠帝の人が月の民だったのね。困ってる人がいるなら無視はできないわよね。本当助かります。エイリンは心配性だから多分大反対だと思うけど。
まあ、うちの月下姉はそれを見越して、時間稼ぎするって言ってたから。パトと彦星もこっちに連れてきたら早かったのに。最初は3対3で挑む予定だったらしいよ。私たち3人で相手の1人を、月下お姉ちゃんとパトで相手の2人をって計算だったらしいよ。それで保険で月下姉のところに彦星を置いて、ここまで連れてくる予定だったみたいだし。まあ、かぐやさんが理解してくれてよかったわ。だって、絶対に勝てないもん。冷戦はエイリンよりだから今頃戦ってるかもしれないけどね。失礼します。お客様をお連れしました。あら、戦わなかったのね。はい、以前助けてもらった方なので。そう、それじゃあ早速出発しようかしら。さっきの人は怒ってたけど、あなたたちはいいんですか？エイリンはここの居場所を月の民にバレたくないから反対してただけだから。でもそれって。実際は私とエイリンは月に帰ってはならない。だから悪いけどあなたたちだけで行ってもらうようになるわ。そうか、それで操縦は。任せて、私たちがちゃんと説明聞いたから。よし、それじゃあ早速向かおう。なに？我ら、星に潰す隊である、罪人彦星、ここに隠れているのは分かっている。直ちに姿を現せ。なんでここの居場所が分かったの？分かんない、けど早く足止めしないと。私たちはどうしましょう。戦うしかないわ、じゃないと家が壊されてしまう。すまない、私のせいで。とりあえず石化姉とパトニーは相手に顔を知られてるからこのまま天の川に向かって。ロカたちは大丈夫なの？外には月下お姉ちゃんやエイリンさんがいるんでしょ、なら大丈夫だよ。とりあえずもうここでもたもたしてる時間はないわ。ロカたちに任せて私たちは先へ進みましょう。よし、みんな、行くよ。はい。とりあえず天の川へ向かおう。さっき操縦のやり方を聞いたから私に任せて。よし、すぐに出よう。本当にすまない。よし、天の川の座標ポイントは。よし、ちゃんとある。ここにセットして、飛べば。いけすごい、飛んでる。もう外は夕方なのね。時間がもう短い。ここまで来たら焦っても仕方ないよ。とりあえず星3つとの決戦に向けて準備をしておこう。そうだな。そうしましょう。みんな、あとは頼むよ。よし、うまくいったみたいね。ねえ、もうやめない。随分勝手なこと言うのね。まあ、目的が達成したのもあるけど、なんか違う勢力がここに乗り込んできたみたいだよ。ほら来た。月の兵士か。さて、おそらく数万以上兵士がいると思うけどどうする？まだ戦う。そうね、一時休戦した方が良さそうね。じゃあ、ちょっとマン相手はしんどいと思うから、とりあえず蹴散らしておくね。指揮解放。何この子、こんなの、より姫と同クラスじゃない？指揮不転校、転校直行法。どんどん気配が消えていく。よし、これくらいでいいか。指揮不転校、何かの区間。さっき消えた気配が光になってる。元の居場所に帰りなさい。よし、これで少数に減ったわね。月の王国の国家戦力をいともたやすく消し去った。さてと、協力してくれるんだよね。早く残りの兵士を倒しちゃおう。さっきので数十万は月に気絶状態で戻したから、あとは少数だよ。人間にまだこんな力を持った者がいるなんて。いやー、すごいわね。さっきのは私でもびっくりしたわ。あの技は月下姉だね。見たことないけど、気配が同じだから。末恐ろしいですね。私たちの自慢のお姉ちゃんです。さてっと、そちらのお姉さんのおかげで敵がかなり減ったから残りは私たちが倒しましょう。なるべくいっぱい倒してね。よし、一挙やりますか。ワクワクするね。怪我しないでよ。それじゃあ行くわよ。よし、それじゃあ早速行くよ。ロカちゃん、そっちに4人行ったよ。引き続き引き行くよ、かまいたち。あらあら、モテるわねえ私。何だい、タツの首の玉、5匹の弾丸。私の何だいが解けたら、相手してあげる。これ、かわしてみて。やっぱり難しすぎたかしら。よくもまあ、直接私を見ることができるわね。ルナティックレッドアイズ。さあ、己に絶望し、狂気に支配され。そしてそのまま、落ちろ。よし、大体片付いたかな。
春七、桜大手裏剣。よし、これで一通り終わったかな。図に乗るなよ、小娘が。ナイスだ。おのれはぁ、あ。さて、残り一人になったけどどうする。今度は真の力で来る。まあ、負ける気しないけど。なんだ、なんで我一人になっているのだ。星三つ武力対数十万の兵士を連れてここまで来たはずなのに。私もいることを忘れないでよ。あ、あなたは。エイリン、全くどこの部隊かと思えば、非常識で有名な星三つ武力隊じゃない。ってことは私の隣にいるのは、かぐやですよ。ということは、やっぱりさっきからぶら下がってるのは霊戦か。私も元、月の使者所属でしたからね。私も姫様もあなたよりはるかに上の地位にいたわよ。それがどうした、月の戸から逃げたあなたたちにそんな権力は。今回の騒動、より姫と豊姫経由で月の国王に報告してもらうから。な。彦星の事情から聞いても悪いのは国王から受けた権利の横取りをした、そちらの非常識王子で。まあ、その配下の奴も、たかがそれの反発があったくらいで数十万の兵士を送るという非常識な行為を行った。非常識などでは、あなた、ちゃんと他国に兵士を送る許可を月の国王から取った。兵士を数人ならまだしも数十万なんて戦争でも起こしかねない人数を国王が許すはずないと思うけど。黙れ。さて、大罪を犯してるのは果たしてどっちなんですかね。黙れよ。あと、個人的に許せないのは、人の嫁に手を出そうなんて、どんな神経してんだ、あんたのバカ王子は。今回の件は月の戸全体の問題としてお前ら全員裁判にかけるから覚悟しろ。うるさい、黙れー。この救いようのない大バカ者がこの月の旅の恥さらしが。おっかないですねー。これでこっちは一件落着ね。エイリンさんのおかげで彦星さんの罪はなくなったしね。あとは天の川に向かったパトニーたちだね。さあ、こっちは全部終わらせたわよ。パト、セリカ、あとは任せたわよ。彦星を織姫に会わせてあげてね。